方も交通事故が絶えない。言葉が私たちの毎日の生活に重苦しく覆いかぶさってくる今日この頃、交通事故のため傷ついたり死んでいった人は浜松市内だけでも1年間に2600人。これは3年前に比べておよそ2倍の増え方です。しかもこの傾向はまだまだ続きそうというのですから、本当に恐ろしいことです。救急隊の激しい出動回数がそれを物語っています。多い日には1日に10回を超える出動、そのほとんどが交通事故です。雨の日も風の日も昼夜の別なく出動する隊員には機敏な行動、適切な処置、太い神経が要求されます。時には白い服が鮮血にまみれることもあります。県下の事故数も年々うなぎ上り。狭い道路に大きな自動車、相も変わらぬ自動車ラッシュ。今市内にはオートバイを含めた自動車類が約5万台もあり、最近1年間だけでも1万台も増えて、この状態はまだまだ続きそうです。自動車ブームで各所にできた自動車学校は朝早くから運転を習う人たちでにぎわっています。若い女性の多くなったのも近頃の傾向です。受験者の詰めかける運転免許試験場、この日ばかりは小学校の1年生のようです。試験官の指示にもよく従って、真剣そのものです。合格してからもみんながこのような気持ちで交通のルールを守ったならと思うほどです。こうして車の増加以上にドライバーは続々と誕生しています。交通規制も何のその、混み合う市内を過ぎれば法規も無視して走る車が多く見られます。警察では厳重な取り締まりを行っていますが、違反者はさっぱり減りません。東へ西へ身の危険を冒して取り締まりに当たる白バイ、パトカーの警察官の苦労も大変なもの。軽く80キロを出して走る自家用車、
スピードレースの気分を味わっているのかもしれませんが、これを警察官の目には無残な交通事故現場が浮かびます。結果はこのありさま。丹精して作った農作物もこれでは台無しです。交通安全は誰もが願っていることです。道路を利用する人たちみんなが交通のルールを守ったなら、交通戦争などという嫌な言葉も過ぎ去った時代を物語るだけとなるのではないでしょうか。今年の5月、静岡県は交通安全圏の宣言を行い、交通のルールを守って事故をなくそうと全県下に呼びかけました。また浜松市にも交通事故防止の市民運動が大きく盛り上がり、浜松市交通事故防止対策会議が作られて、事故のない明るい住みよい都市建設を目標に運動が繰り広げられました。春の交通安全運動週間には、市内の女子学生たちが心を込めて作ったマスコット人形が、車を運転する人たちの無事を祈って、交通安全指導員から手渡されました。マスコットの願いも叶って、停止線にピタリと止まる車。スタートも先を競う車はありません。歩く人も横断歩道を安心して渡れます。そしてこんな風景にお目にかかることができることでしょう。交通事故ゼロ。救急隊も開店休業。救急業務の講習も時折行われていても、利用する機会はこれまたゼロ。講習を受ける隊員の間にも和やかな雰囲気が漂います。車の手入れに精を出す日が多いのも事故のないおかげです。これは夢でしょうか。皆さん、夢を実現しようではありませんか。交通事故のない町、浜松を。愛も変わらず続出する交通事故。救急隊の人たちの忙しい一日になりそうです。ルールを守ろう。ルールを守ろう。